今日はですね、舎人公園、3月9日水曜日、舎人公園陸上競技場が無料なので、今日はちょっとゆうやと走っていきたいと思いますが、見てください、このパーカー。ちょっと回ってゆうや。このお揃いでパーカー作っちゃいました。このパーカーを着て、今日はね、10キロ。お姉ちゃんのみゆがね、4年生の時に10キロを50分で走ったので、まあ、今日は目標48分ぐらいでゆらと行ければと思います。ちょっとビデオカメラじゃなくてスマホなので手ぶれがすごいと思うので、ちょっとところどころの撮影にしようと思います。最初の1周が1分45秒ペース、ちょっと早すぎる気がしますよ。はい、2周3分36秒。はい、3周目。ただいま8キロ4分30秒です。4周おしまい、5周目、今7分2秒。5周おしまい、6周目、今の1キロ4分17秒。6周目終わり、7周目。7周終わり、8周目。ペース上がってます。今1キロ4分9秒。8周終わり、9周目。9周おしまい、10周目。10周おしまい、11周目。11終わり、12周目。12周おしまい、13周目。さあ5キロ、21分30秒。早い。13おしまい、14周目。14終わって、15周目。15終わって16周目。今6キロ、25分50秒。16終わって17周目。17終わって18周目。やばい、ゆらに置いてかれてる。19終わって20周目。20終わって21周目。あと5周。ユーラは 100m 先です。21終わり、22周目。はい、22おしまい、23周目。はい、23おしまい、24周目。あと2周。はい、24周おしまい、ラスト1周。今42分、最後はノーカットで。あと 200m。
さあ、あと100。ああ疲れ、タイムは33分35秒。33分45秒ミキはそんな疲れてないけど足が痛い。はい、ということで、ゆうらくん10キロを43分35秒、これは1キロ4分21秒ペースです。もうさすがに撮影しながら走るのはもう結構限界に近くなってきたなっていう風に思ってます。まあ、勝負ではなかったんですけれども、もうパパの自己ベストに結構迫ってくるようなタイムになってきてるので、ちょっともううかうかしてられないなっていう風にパパ焦ってます。